万栄記念。万栄記念は、帯広市が帯広競馬場で開催する万栄競馬の重賞競争 BG1 である。毎年度の万栄再競馬を決定するとともに、開催年度の締めくくりを飾る重賞競争。1968年に創設され、現存する万栄競馬の重賞競争では最も歴史が長い。なお、これ以前にも開催年度末に、 同様の競争は行われていたが、記録が残っていないことなどの理由から本競争には含めていない。2003年度より制定されたバンエイグレードでは BG1 e に格付けされており、馬は元より騎手や調教師にとっても本競争を制することが最大の目標とされる。また、ノルグランプリバンエイ最優秀馬にも本競争の優勝馬が多く選ばれ、 選定上重要な要素となっている。創設から1997年度、1998年、までは、農林水産大臣商店、農林水産大臣商店、大臣賞と略されることもあるの名称で施行していた。長年使用していた名残から、以後も、大臣賞の表現が時折使われることがある。旧名称で施行していた時期は開示を表示しておらず、 1998年度、1999年、より県令賞に解消した際、初めて創設時から通算して、第31回と表示された記事内では、各回競争結果の出展に基づき、1998年までの競争にも、開示を表記している。解消後も引き続き農林水産大臣商店は、提供される。なお2015年度、 2016年は、不祥事の発生により、農林水産大臣賞を返上した。1987年までは、帯広のほか北見、旭川、岩見沢の各競馬場が持ち回りで施行していたが、1988年以降は、帯広に固定された。施行時期は、当初10月から11月で定着していたが、開催日程の延長に伴い順次延期され、 1994年度から年明けの1月に開催、1998年度、1999年からは2月開催に変更された後、2005年度、2006年からは通年開催の実施に伴い3月の開催となった。広域場外発売も通常より拡大されたり、全国発売される場合がある。なお、 発売箇所については主催者発表などで確認のこと。以下の内容は2014年度、2015年現在のもの。2017年度、2018年の一着賞金は1000万円で、以下2着250万円、3着120万円、4着80万円、5着50万円。一着賞金は、回を重ねるにつれ増額され、 第22回以降は1000万円だったが、第35回以降減少に転じ、第45回2013年では300万円にまで削減された万栄競馬へ寄せられた寄付金をもとに、賞金とは別に一着場に対して200万円の特別保証金が設定された。第46回2014年は優勝賞金が再び500万円に戻され、第47回、 2015年では800万円に増額。そして第49回。2017年は優勝賞金が再び1000万円に戻された。万栄競馬の中でも特殊な競争条件で行われることから、2003年から2006年まで4連覇したスーパーペガサス。2007年から2009年まで3連覇したトモエパワーなど同一馬による複数回優勝の例多い。 頻馬の優勝馬は、第二見春、1974年1976年と清姫、1979年1981年1982年の2頭のみで、特に最高 1000kg で行われるようになった1977年以降では、清姫のみ。高齢馬が強く、優勝馬の平均バレーは、第39回、2007年までで8.28歳。 第46回、2014年終了時現在で4歳、95歳馬の優勝はなく、5歳、96歳馬が優勝したのも、第2回、第12回、第21回22回の4度のみ。優勝タイムも3分を切ることは少なく、多くの場合は3分から4分以上かかるほか、長い場合は優勝タイムが5分を超えることもあり、日本の公営競技では優勝タイムが長くかかる。 競争の一つである。最高重量 1000kg で行われるようになった1977年以降、優勝タイムが3分未満だったのは4回、1979年、1980年、1992年、2012年、しかない。優勝タイムが5分を超えたケースは1977年以降だけで、見ると3回、1976年以前も含めれば6回、ある。 2007年度、2008年の優勝タイムは5分35秒8で、最高重量 1000kg で行われるようになった1977年以降では、最も遅い。また、スタートから再開の馬が入選するまで、レース全体の所要時間も大半が5分以上、かかっており、近年は7分を超えるケースが多いほか、さらに長い場合は10分前後かかることもある。このため、 レース全体の所要時間としては、全公営競技を通じて、最長となり、重症の勝ち馬であっても、完走すら難しく、文字通りの過酷な競争である。通常の競争では、どの馬も、おおむね、第一障害を難なく通過するが、この番営記念では、第一障害ですら通過に手間取る馬が見られることもある。全馬が入選するまで見届けようとする観客も多く、おり、 最後の馬が入選した際には、場内から拍手が起こることもある。発送前に演奏するファンファーでは、帯広単独開催となった2007年度、2008年、より、陸上自衛隊、第五音楽隊、帯広駐屯地による生演奏が通例となっている、2011年は、東日本大震災の救援活動ため前年の、音声を使用。演奏時は、 現在のバンエイ重症競争用ファンファーレとリニューアル前の旧重症ファンファーレを併用し、旧ファンファーレ現ファンファーレの順に2曲続けての生演奏を行っている。現在、バンエイ競馬の重症競争で旧重症ファンファーレが演奏されるのは本競争のみ。前述の通り、1998年までは正式な開示がなかったため、検索の便宜上、 1> 第1回第30回までの開示を印付きで表示している。競争名は第30回まで農林水産大臣商店第31回より番営記念。優勝馬のバレーは2000年まで旧表記2001年以降は現表記競争条件は1969年まで高級1973年まで永久。 1974年は6歳以上オープン。1975年から1993年は4歳以上オープン。2013年度、2014年終了時までにおける、機種別の優勝回数は、金山昭彦が6勝で、歴代最多。現役機種では、藤野俊一の5勝が最多となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。